朝ドラゲゲゲの女房、漫画家水木しげるの妻、村布江さんの自伝エッセイをドラマ化したものです。圧死的ポイントは2点。見合い結婚という恋愛。ヒロインフミエはお見合いで漫画家の村井と結婚します。事情でお見合いから5日後に挙式。フミエは結婚してから一心に漫画に打ち込む夫を見て、人として尊敬し、好きになったのです。結婚してから好きになる、こういう恋愛もあるのだということ。見合い結婚はどうしても恋愛結婚より劣った恋愛弱者のすることとみなされドラマでもそう扱われます。いえ、そもそも普通のドラマでは主人公やヒロインのすることではないと扱われません。ですが、現実の恋愛はそんなにも自由に最高の相手を見つけられるのでしょうか。脇役という主役、一般にドラマの主人公はアクティブ、積極的です。ところがフミエは村井の妻に専念します。内気なフミエにとっては、村井を裏で支えるのが一番充実した。命を燃やせる最高の仕事、ステージだったんじゃないでしょうか。こういうテーマをそっと忍ばせた秀作です。